者のこそが貞子が白血病にかかった原因だったのです。雪が広島に積もった日、貞子は入院しました。悪性腫瘍にかかっているという人も年代、幼い人も含めて知っている、そういう事態が確実に起こっています。これはもうインターネットの噂とか伝聞ではなくて、私が直接知っているケースなので、やはり有意識ことだと言わざるを得ない。少なくとも福島第一原発の事故より前には、ね、こういうことは全くなかったわけです。で、実は今そちらに展示していただいています本がありますけれども、さっきの貞子と千羽鶴を出したのと同じ、大河ラジオ取扱出版社で、今年の春に私が出してもらったのはこの避難ママという本なんですけれども、これはタイトルの通り、福島第一原発の後、首都として東日本から沖縄に避難した女性たち、実際にお会いしたのはもっと多いんですけど、この本に収録最終的にさせていただいたのは6人の方の話を聞いたものです。でこれを見て感じたお会いして感じるのは、皆さんが共通しておっしゃることが2つある。1つはテレビや新聞では安全だ、事故は収束したと言ってるけど、それは全然信じられない、やっぱり日本はおかしい、何かを隠している、やっぱり日本はおかしいということが1つ。チェルノブイリ原発から70キロのところにあって、3年間避難が行われなかった地域で、流産の発生や子どもや動物の危険が数多く報告されている地域にも行って、そこの病院の小児科や内科の医師と話をしましたが、もう健康な子どもは1割以下だというふうに言っておられます。その意味はどういうことかというと、ただの感染症にかかるんですが、ただの感染症といってもその頻度が高かったり重症度が高かったり、手足口病って昔からある病気で、小児科ではごくありふれた病気だったんですけれども、一昨年確か私小児科を回っていましたが、研修医で回ってたんですけれども、その時にですね、手足口病が今年すっごい流行ってるんだよね、しかもね、普通手足口だけなんだけどね、なんだかね、太ももとかね、全部にまでね、発疹が広がるんだよね、で多分ウイルスの方がいつもと違うんだよねというふうに小児科の医師がおっしゃっておられました。